こんにちは、スプリングです。私は今、東京都、ここは新宿区。たくさんの路線が乗り入れる、新 JR 新宿駅になります。いや、本当に立派な駅ですよね。確か日本一の乗降客数を誇る、この駅ですけども。本日はですね、この駅から、千葉県にあります、成田駅まで特急列車に乗っていこうかなと思っております。まあ、その路線を結ぶ特急列車といえば、大体ね、成田エクスプレスとかが思いつくかなと思うんですが、今回これに乗ります。特急北総江戸紀行、佐原行き、そしてこちらですね、 E257 系 OM53 編成。この E257 系ですけどね、まあ、こちら多くはね、カイジとかあずさを引退した後、まあ、こちらがね、今のあずさとかになるわけですが、こちらの E353 系に座を譲りまして、その後は伊豆方面の特急踊り子号などで運用されております。いや、この E353 系結構かっこいいですよね。プレイステーション4とか言われたりしますが、まだちゃんと撮ったことがないのでね、ちょっと撮ってみたいなと思うんですけども。まあ本日ですね、この北総江戸紀行号で、成田まで向かうということになるわけですが、まあこちらは、色がね、踊り子などで使われております水色と違いまして、緑色をまとっております。まあいろんな用途があって、まあこの臨時列車であったりとか、まあ多客機の臨時でね、使われるような波動用の編成というふうになっております。シリーズ E257 イーストジャパン、レールウェイズ書かれておりますね。いやーちょっとね、私この E257 系乗るの初めてなんですよね、まあ、初めて乗るのにこの波動用編成かよということなんですが、まあ、特急列車でね、北総江戸紀行という名前がついているわけですが、まあ列車自体はね、特急というふうに書かれておりました。まあこの北総江戸紀行 ですけどね、まあこの東京からまあこの千葉県の方面に向かう臨時列車として運行されているんですが、見ての通りガラガラですね。いやーこれちょっと大丈夫かっていう感じですけども、まあ今回私東京の方に来たわけですが、やっぱコロナ対策をしなければならないので、まあ、このようにですね、お客さんがまあいないであろうということを踏んで移動しております。中央線特急あずさ、かいじ、富士、海遊と書かれておりますが、中身は変わってないようですね。こちらがその切符になります。北総江戸紀行2号車の7番 A 席です。いやー初めて乗りましたがいいですね。次は四ツ谷中央線を進んでいきます。もうそろそろ出発になりますね。隣には、中央線の快速列車も止まっております。その隣を列車はゆっくりと出発をしてきますよ。いやー、やはりこの大きな駅を出発していくのはテンションが上がりますね。いやー本当にね、この特急列車に乗って出発するっていうのは本当にテンションが上がりますよね。というわけで、太陽の元に出てまいりました。横に広がるこの新宿の大きな街並み、いやーやっぱりいいですね。特急列車の旅スタートです。本日も JR 東日本をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は特急列車江戸紀行号佐原行きでございます。編成は5両編成、先頭車両が5号車、一番後ろの車両が1号車です。電車全席指定の特急列車でございます。お手持ちの指定券で号車番号と座席の番号を確かめの上ご利用ください。止まりまして、到着時刻をご案内いたします。次の秋葉原には8時17分の到着です。北京市町には8時25分、船橋には8時38分、津田沼には8時43分、千葉到着は8時54分、桜には9時13分、成田には9時25分、鍋川には9時41分、下佐甲崎9時47分、終点佐原には9時56分の到着です。車内は電車両が禁煙でございます。トイレ、洗面所、電気を含めまして電車両が禁煙です。車内禁煙にご協力をお願いいたします。この電車は空調装置により常時換気を行っております。お客様におかれましてはマスクの着用や階段を控えめにするなど、感染症の拡大防止にご協力をお願いいたします。
というわけで列車はこのまま中央線を進んでいくことになります。しかしながらね、この列車本当にお客さんが乗ってないんですよね。この北総江戸紀行号ですが、昨年も運転をされたようなんですが、今回は今年がね、これが初めてというのになっております。まあもっと乗ってるのかなと思ったんですが、本当に乗ってないですよね。私のこの車両に関しては最後まで多くてもね3人ぐらいだったかなと思うんですが、いやー大丈夫かなーってな感じなんですが、私から撮ったらね、まあしっかりとしたこのコロナ対策ができておりますので、ありがたい限りでございます。まあ、そして列車はこのまま進みまして、続きましては、中央本線の、本線の方に合流することになります。まあ、場所はどこだったか忘れてしまいました。まあ、首都圏もね何回か来たことあるんですが、いまいちよく分かっておりませんので、まああまり、間違ったことを言わないことにしておきましょう。まあ、かなり列車がゆっくりになりまして、この後、隣の線路に合流することになります。お、向こうから列車がやってきましたね。 E233 系中央線の快速列車ですね。いやー、この顔はかっこいいですよね。最初登場した時はなんだこの顔と思ったんですが、今となっては非常にかっこいいなというふうに感じております。やっぱなんか関西在住からすると、こう中央線の快速とかなんかやっぱり格式高いような感じのね、気がいたしますが、まあどうなのか分かりません。そして列車は、この先ほど見えておりました線路に合流することができました。お、この陸橋からもこの列車を撮ってる人がいらっしゃいますね。さあ、そして列車は、駅を通過をしていくことになります。この駅は何駅でしょうか。昔ね、電車で GO ファイナルとかで結構運転をしたような、記憶があるんですが、やっぱりいまいちよくわかりません。まあ、おそらく飯田橋駅だとは思うんですが、間違ってるかもしれません。列車はね、駅をゆっくりと通過をしていきます。そして反対方向からは総武線直通の列車がやってまいります。お、こちらはあれですよね、209系でしたっけ。もう顔つきがよく分かってないんですが、まあ、なんか山手線から転属した車両は結構たくさんいるようですけども、まあ、なんか久々にこの顔つきも見たような気がいたします。今はどれだけ残ってるんですかね。またちょっとこういうのも狙ってみたいなと思うんですが、なかなか足が向きません。さあ、そしてまだ列車はねかなりゆっくりと進んでいきます。下に見えているのはこちら中央線ですね。おそらくかつてね万世橋駅という駅が、あった場所になります。こちらの方向に進んでいきますと、東京駅の方に進んでいきます。そして我々はこちら、総武線に入っておりますけども、こちらね秋葉原の方まで向かうということになっております。ちょうど向こう側からまた E233 がやってまいりましたね。いやー、このやっぱり独特の風景、これぞね万世橋駅だなというふうに感じております。さあ、音楽館と書かれた看板が見えておりましたけど、なんか額だけが横に向いてましたね。なかなか粋、だなというふうに感じます。なんちゅう、この解説をしてるのか分かりませんが、そして列車は最初の停車駅秋葉原駅に到着をすることになります。まあ秋葉原は言わずと知れた電気街、まあ、オタクの聖地でございます。まあ、私もね鉄道オタクの一人ではあるんですが、まあその他あまりオタク要素があんまないんですが、まあちょっとね行っても楽しい場所かなと思います。人生で一回だけ行ったことがあります。そしてこの後ね総武線の中に入りますと、先ほどの橋とは打って違って、かなりね飛ばして走行しております。まあこの辺りはねもう複々線ということになっておりまして、やっぱりねこの快速などが走る線路をぶっ飛ばしていく、これは素晴らしいですね。そして向こうから何やら線路が合流をしてまいりました。非電化の、線路ですね。あちらは越中島支線といいまして、かつてね、D10 とか、そういうようなものがね、牽引をして、まあ、この線路などを運ぶ、まあ、そういうような工事列車専用の、路線というようになっております。ちょうど上を越えていきますね。いや、非電化の路線がこうやってね首都圏を突き抜けてくる、いや非常に面白いですよね。そして列車は本当に飛ばしております。いや、 やっぱ特急ですからね、これぐらい飛ばしてもらわないとやっぱり特急という感じがいたしません。いやー、にしてもなかなかいい走りっぷりを見せております。越中島支線がこちらの方に降りてまいりました。そして列車はその先ずっと千葉方面に向かって通過をしていきます。今走っておりますこの川は荒川ですね。この荒川は日本で最大の横幅を誇る川となっております。確か河口付近では2500メートルぐらいあったはずですよね。それほど広い川を通過をしてきました。
そしてこのように E217 系でしたっけ、でその向こうにはまた総武線の列車が通過をしております。こういう感じでやっぱりね、列車を追い抜いていく、やっぱり特急の貫禄が見えてまいりましたね。まあ臨時列車といえども特急です。いやー楽しいですね。さあそして、こちらの駅は何でしょうか。確かもう船橋ですよね。千葉県に入っております。総武線の主要駅の一つ船橋駅に到着することになります。まあこの辺りね、やっぱこの千葉方面を結ぶということで、千葉県内ちょくちょくと列車は停車をしていくようです。さあそして船橋駅を出発をしてきました。いやーでもこの時点でもお客さんは乗っておりません。いや臨時列車ですから撮ってる人の方が多かったですよね。そして途中の千葉駅に到着する手前ですけども、こういうようなね大きな車庫の横を通過をしてきます。いや最近になってね、この総武線の方も E235 系でしたっけ、あの電子レンジみたいな顔したね列車が入っておりますが、やっぱそれもね結構本数が増えたのかたくさん見ましたね。いやその分 E217 系でしたっけ、そちらがねどんどん消えているというようなことなんですが、いやそして久々にね209系を見ましたね。いや209系かっこいいなと思ってね、模型が欲しくなってしまったんですが、いやもう買ったら沼ですからね、買わないようにしておきましょう。向こうには209系が止まっております。いや昔はね京浜東北線などで走っていたんですが、今ではこの地域ぐらいでしかね、その姿を見ることができません。そしてこの千葉県の県庁所在地でもある千葉駅に到着をいたします。やっぱり千葉は大きいですね。この列車はこの千葉駅で少々停車をするようです。5分以上止まってたのかな。そして千葉駅に到着をいたしました。まあ、ですので少しね、見てみようかなと思います。車内はこんな感じですね。まあ、あずさ会時代から変わってるのかわかりませんが、いやにしてもこの青色ではなく緑色のね、この帯非常になんか素敵ですよね。いやまさかね、この E257 系に初めて乗ったのがこの波動用編成とは私自身思いもしませんでした。やっぱりこの北総江戸機構っていうのは、幕としては積んでないんでしょうね。こういうような特急という表示でね、終始走っていたようです。いやーこちらも独特な顔つきをしております。まあ西日本ではね225系がこんな顔をしておりますけども、そしてそろそろね、出発の時間となります。まだちょっとまあこの車掌さんにも迷惑かかってしまいますので、早速乗り込んでおきましょう。シリーズ E257イーストジャパンレールウェイカンパニーと書かれておりますね。隣には209系。いやーやっぱかっこいいですね。そして向こうにはあれは何でしたっけ、潮騒とかそういうやつでしたっけ。いやあれも一回ね撮ってみたいんですよね。そして千葉といえばこちらです。このモノレール、まあ、モノレールったらね、まあ、このコンクリートのレールの上をねずっと走っていくイメージなんですが、こちらはね、吊るされてなんかなんて言うんだろう、下を走ってるんですよね。まあ、やっぱちょっと独特なモノレールです。羽田空港とか、まあ、いろんなところにあるねモノレールとは少し違った感じで、列車来ないかなと思ったんですが、ちょっとタイミングが悪かったのか列車は来ませんでした。にしても本日はいい天気ですね。お、こちらにも209系が止まっております。いやお客さんがいませんからね、もう取り放題という感じですね。いやもうコロナのこの字もありません。いや非常にありがたいことです。私から撮ってありがたいんですが、いやもっとお客さん乗ってたらいいと思うんですけどもね。さあそして列車は総武線の桜駅に到着をいたしました。こちらにも E217 系が止まっております。こちらは成田空港行きの列車ですね。私この後この列車を成田で降りまして、成田空港まで向かうんですが、結局この列車に乗るということになります。まあしかしながらこの列車が、先に、走っていくようで、先にね、成田まで向かっていきます。また列車は快調に速度を上げて、走行をしてきます。いやこの辺りに来るとね、やっぱりもう都市部というよりも、まあ、ちょっとした田舎町というような感じでね、非常に私好みな感じになってまいりました。まあこの辺りには結構撮影地とかもあったりするんですよね。まあやっぱりねその有名な撮影地にはこの列車を狙おうと、撮り鉄の方がいらっしゃいました。いやちょっとまたねこういうのが走ったら撮りに行ってもいいなと思うんですが、まあこの辺りに来るとね EF65 とかが走っておりますので、ちょっとそれもね撮ってみたいなと感じておる次第ですが、まあなくなればね撮りに行けるかどうかは分かりません。いや前の方を見てもやっぱりお客さんがいませんね。
まあこの日はね本当に暖かくて、まあおそらくね、まあそのお花とか結構咲いてるかなと思って、まあそれの観光客いるかなと思ったんですけどね、終始お客さんはいないという状況でございました。さあそして、乗り込みまして約1時間ほどで、この成田駅に到着することになります。まあ成田は私初めて来ましたね。まあ成田市自体は結構何度も来たことあるんですが、列車でこの成田駅を利用するのは初めてです。というわけで降り立ちました。いやー楽しかったですね。まあこの特急列車、臨時列車ですけども、まあその風格もありましたし、まあこれ最後まで乗りたかったんですけどね、ちょっとやっぱ時間の関係乗ることはできませんでした。駅の表示には北総江戸紀行というふうに出ておりますね。9時28分発さあ佐原行きですね。さあそろそろ列車が出発をしてきます。やっぱこの側面表示にもねやっぱそれが出てくれたらいいんですが、まあそのデータがないんでしょうね。特急列車というふうに書いてあります。そして時間になりまして列車が出発する時間となってまいりました。列車が出発をしてきますと隣にまたまた200休憩が現れます。いややっぱかっこいいですよねこれね。いや巡行で光が立っていてより一層かっこいい。ただなんか結構汚れてますね。そしてこちらには常磐線の方まで行くやつですね。でこっちを見ると新型車両の E131系でしたっけ、こちらが止まっておりました。こちらも結構数が増えたようですね。いや初めて見ました。この顔つきを見るとやっぱ新潟とかそっちの方を思い出しますけども、まあしかしながら、いい旅ができました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。